現地6月8日、カナダオタワで開催された男子バレーボールネーションズリーグ、VNL でカナダ代表、世界ランキング12位がアメリカ代表、同3位、2セットカウント3対1、25から16、19から25、26から24、28から26で勝利した。ホト、北九州市で開催中。 バレーボールネーションズリーグ会場の熱狂と熱気を厳選フォトでお届け。これによって世界ランキングにも変動があった。カナダがプラス13.20ポイントを得たのに対してアメリカは逆に13.20ポイントの大幅ダウン。この日福岡でのスロベニア戦に勝利して4位に再浮上していた日本はアメリカが5位に落ちたことを受けさらに3位に上昇した。 日本がすでに出場権を得ているパリ五輪本大会は、組分け抽選において、今大会1次ラウンド終了後に確定する世界ランキングの順位が指標となる。五輪本大会の男子バレーボールには12カ国が出場し、3組に分かれて総当たりの1次リーグを戦う。グループ A に開催国フランス、B に世界1番手、C に世界2番手が入ることが決まっており、 後は3から5番手、6から8番手、9から11番手が抽選で順々に振り分けられていくレギュレーションだ。各組上位2チームと各組3位のうち成績上位2チームの計8チームが準々決勝に進出するだけに少しでも世界ランキング上位の強豪国との同居は避けたい。日本としては残る4試合で5位以内を維持して第2グループには食い込みたいところだ。 日本時間6月9日午前8時時点の最新世界ランキングトップ13イコールボリン出場決定国。括弧内は VNL 試合消化数は以下の通り。